カール・エーバルト・ハッセカール・エーバルト・ハッセは、ドイツの医師、病理学者。父は、歴史学者、フリードリヒクリスチャン・アウグスト・ハッセ、ドレスデンで生まれた。ドレスデンの外科学校とライプツィヒ大学で医学を学び、1833年に博士号を取得した。その後、パリ・トウィーンで教育を受け、1836年には、ライプツィヒに戻り、 ハビリテーションを受けた。1839年には、ライプツヒの病理解剖学の准教授となり、1844年には、チューリッヒに移り、修立病院の医長と病理学の教授に任命された。1852年には、ハイデルベルク大学の委員の特殊病理学教授に就任し、1856年には、ゲッティンゲンでも同職につき、 1878年まで、医局長を務めた。彼の著作の中には、アナトミシャ・ベシュライブン・デア・クランク・ハイテン・ダーサーキュレーションズ・ウント・レスピレーションズ・オーガンというものがあり、この本は、ウィリアム・エドワード・スウェインによって英訳され、1846年に、アン・アナトミカル・ディスクリプション・オブ・ザ・ディジージスオブ・ザ・オーガンズ・オブ、サーキュレーション・アンド・レスピレーションとして出版された。 スイスの精神科医で精神外科の先駆者であるゴッドリーブ・ブルクハルトが神経疾患の医学分野に進出することを決断したのは彼のおかげである。フロム1874ハッセディレクテッドグスターベ・ボーンザ・ファーザー・オーブ・マックス・ボーンハッセエス・アンチ・セミティズム・レッド・ヒム・ツートリート・ボーン・ウィズ・ディスデンナンシー・ソーン・ライク・グリーン・スパンザエンド・オブ・ザ・サーテン・ワールド ザライフサイエンスオブマックスボーン。ありがとうございます。